SnowMan 目黒蓮さんが今田美桜さんとの気まずい瞬間を明かしました。目黒さんと今田さんが夫婦を演じる映画、私の幸せな結婚。原作はシリーズ累計400万部を超える人気小説で、明治大正期の雰囲気がある架空の時代、目黒さんは銀髪姿を披露しています。清香だと思いました。髪の毛も似合う人いるんだって本当に思いました。2人は今回が初共演。いきなり困ったことがあったそうです。今田さんと同じ控え室で待っててくださいって、なんか2人だけの空間だったんですけど、すごいなんか気まずい空気がマジでめっちゃ流れて、なんでもう素直に気まずいですよねこの空間って言ったら、なんか今田さんもすごい笑われてて、そこがすごい覚えてます。映画私の幸せな結婚、公開までお楽しみに。